こんにちは、デリッシュキッチンです。生チョコモンブランを作ります。ボウルに生クリーム 50cc を入れて、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで40秒加熱した後、チョコレート 100g を割りながら加えます。滑らかになるまで混ぜましょう。これを半分に分け、片方を冷蔵庫で15分冷やします。残りのチョコレートを大きめのボウルに移し、生クリーム 150cc を数回に分けて加え、その都度混ぜます。これを氷水につけ、柔らかい角が立つまで泡立てましょう。次にクッキングシートを用意します。三角になるように折りたたみ、折り目に沿って切りましょう。これを巻いて三角錐を作ります。この中に先ほどのチョコクリームを入れ、端を折って閉じます。ビスケット8枚を用意し、冷やしたチョコを乗せます。その上にチョコクリームを絞りましょう。仕上げに純ココア適量を上から振ったら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。